永遠の命は欲しい？偉大なる武王が病に倒れたことで各地で反乱が発生。だが突如、狩猟魔術によって操られたアンデッドたちが現れ、反乱軍を次々と鎮圧していく。禁忌とされる狩猟魔術を一体誰が使ったのか。師匠、ヒゲを剃らせてください。生まれ変わってゴキブリあたりからやり直した方がいいわ。じゃあ、あなたは金貨何枚なの？気安い男はあんまり信用できないんだけどな。ひどい人よね。私にあんな約束をさせるなんて。少女は問う、命の価値を。衝撃と感動のファンタジックサスペンス、狩猟魔術の容疑者。 GC ノベルズより3月29日発売。ごめんねラト、これで最後だから。マイクロマガジン社。